Hold on.
Fight!
Higher! 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 Higher!
Light! はい、お客様にご連絡いたします。両替機で1万円両替されたという方いらっしゃいますでしょうか。ですね、お釣り取り忘れがございますので、今カウンターの方で預かっております。心当たりのある方は、カウンターの方までお越しください。
こんばんは、皆さんこんばんは。本日2019年3月8日、もう3月もね、8日ということで、スパツ X、四季の細道やりたいと思いますんで、エントリーお願いします。別件なんですけど、本日デートなしき、こちらで、高額紙幣の両替をされた方、高額紙幣の両替された方、お釣り取り忘れてないですかねっていう、犯人じゃないです、犯人じゃない。あ、なるほどなるほど、わかりました。じゃあ大丈夫です、解決ですね。はい、じゃあ、その件はこれにて終了ということでね。今日ワンチャン打ち上げあるかと思ったんですが、ないということで、はい。じゃあですね、スパツ X、四季の細道のエントリーを受け付けております。ただいま、バーチ山本ロード、アテクスパーさんですね、 XSPR と、名もなきさんと、あとでラセロテープさんと、あれ今のところ6人かな、カーシムさん、カーシムさん入れて7人。はい、今のうちキャラを選んでおいてくれるとありがたいですと、ですと。はい、これボン全然カジュアルなマッチなので、参加費100円となりますが、最低2回はできます、最低2回はできますので、参加費100円でお得な感じです。皆さん、キャラ2キャラ選んでいただいてエントリーしていただけるとありがたいです。前回ちょっと、質問がありまして、動画を撮ってます、ゲームの画面の動画だけを撮ってます。なのでプレイヤーの顔とかは出ませんので、ご安心ください。プレイヤーの顔は出ません、ご安心ください。なので、皆さん適当な、ね、仮面つけてどしどし参加していただいて構いませんので、よろしくお願いいたします。
はい、だいぶ人が増えてまいりました。スパツ X 大会やりますんで、エントリーまだ受け付けてますんで、山本がセロテープ買って適当な人に声かけてみてください。店員の大地さんでもいいです。よろしくお願いします。Hey!
はい、じゃあ時間はですね9時20分回りました。21時20分、白さんまでで計14人ということで大丈夫ですかね、エントリーはよろしいですか。じゃあそろそろ締め切らせていただきますが大丈夫ですね。はい、名前一応読みます。私山本バーチロードエクスパー名もなきバルさんセロテープさんカーシムさん、ディオンさんミッチーさん、グチさんで友田さんデデローさんウネさんハクさん、呼ばれてない方はいないですよね。一応これでエントリー一旦締め切りますんでよろしいですか。はい、じゃあ一応これで、組み合わせ作っていきます。
はい、それでは皆さん、組み合わせが決まりました。組み合わせ決まりました。のじあい台、あの配信台ののじあい、そろそろですね、お願いいたします。今エッサガバイソンってね、見にくい組み合わせですけどちょっと絵面的に見にくい組み合わせですけど、暑苦しいかな。キャミーかチュンリーぐらいいた方がいいんじゃないかっていうようなね、組み合わせですけど、まあそういうわけでね、ちょっとバイソンが、バーチバイソンが取ってますが、さあクレイジーガードして、お釣りがないが飛んでいるアパカ、こののじ合いで終わりでお願いいたします。配信台、こののじ合いで終わりでお願いします。はい、じゃあですね、第1試合がデレローさんとウネさん、ちょっと諸事情がありまして急遽繰り上げをしました。デレローさんとウネさんになっちゃったんで、お互いじゃんけんをお願いします。はい、じゃあですね、第114回ということで、式の細道を始めたいと思います。ちょっと待ってくださいね。
1P2P はじゃんけんは終わってますか。はい、はい、じゃあ準備が整いましたので始めていきましょう。第114回四季の細道、2019年3月8日ということで第1試合、1P 側、ウネさん、エッサガ、 2P 側、デレロさん、リュウ。さあ開幕大パンだったが様子を見ていたデレロ、リュウ。さああっつまに画面端だが、エッサガにはあまり画面端というのはシンク、ちょっと時間的にもう遅かったか。さあ第 2ラウンド、おっと飛びが入る、アパカで落とす、外打ち OK。 上が出てないぞ、上が出てないぞ、どうする。シンク見えている、アパカ、さあさあ削られた、あっさりというか意外とするとデレロ流勝利。さあ続いて本日初参加ですね、ミッチーさんです。ミッチーさん、本日初参加のミッチーさん、のじゃいちょっとしていただいたんですけど、見てたんですけどあれですね、うまいですねバイソンとかね。さあさあ1試合目は選んで龍ですね、ミッチーさんは龍。さあ龍、これは五分なので腕がもろに、おっとカラちゃん昇竜投げる、波動拳。さあ画面端ホンダステージだが、今日ホンダ使いいたか、おっ大足を差し返していく、アッパー波動、波動、おミッチーさんしっかりしているぞ、お長田投げ、シンク読んでいた、おお飛びが通る、シンク見てからですね今ね、多分ね安定しちゃう、安定しちゃうんで。さあ勝利拳、さあ引っ張って投げ、結構しっかりした動きをしてますね。龍、ああなるほどなるほど、真空が中足に。さあデレロー龍が勝利。続いてディオンさん、この方もね初めて入っていただきました。こんばんは。こんばんは、ウネガエルです。あーどうも、ほぼほぼ山本です。はい、ディオンさん、えディオンさん、ディオンさんですね、本日初参加、うん、あのベガです、ベガのネトリーで、ベガ流神髄ですか、はい、これ神髄じゃないですか。いやもうあの画面端で波動拳打ちまくる系なんで、一方的みたいなやつですよね。やや一方的、やっぱ都市系特有のあれなんですけど、これはファイヤー波動を使ってもらえない。そうですね、これダメなやつですね。やばい。さあ画面端からさあカニ投げる、勝利拳はい、ってデレロ昇竜出ますね、だいぶ。おぉ、屈伸投げ、屈伸投げね、いつ覚えたんだそんな技長田投げですね、これは N 投げですね、今。いやまさかのあの、はい、さあめでたいやつですよね。さあ空達から投げていく。さあ土俵際、おっと土俵際、これは波動踏ましての大足ヒット。あいやでもなこれ踏んじゃう、これは目が厳しいぞこの状況は。波動拳打つだけ、あおっと、いや真空抜けたか、昇竜で後ろから反対側の昇竜出ましたね。はい、お二方次の週があるんでね、ちょっと待っててください、すいません。はい、続いて入っていくのがグッチさん。あグッチさんいきなりバイソンですね。バイソンですね、バイソンですね。さあグッチバイソン、はい、デーロー竜対グッチバイソン。デーローさんはあんまりグッチさんと対戦やってないのかな。バイソンとあんまやってなかったです。そうですね、 S バイソンとはやってるかもしれないですね。 X の怖さはね、ちょっと、いやもう本当に X バイソンはね、ちょっと S バイソンのためじゃない、グチさん順番早すぎるんじゃないかって思ったんですけどね。
苦渋だからしょうがないじゃん。実際に大地さんの苦渋の。そうです。さあグランドをもらって。うまい。ダヤシ。ダヤシかくた。投げる。さあしかし。おっと、ダイヤシにヘッド引っかかる。はい、しかし、もう波動打てないですね、これ。なるんだよ、グランドで。グランド。かけられた。さあ、グチバイソン勝利。何連勝？何がですか？あ、デルロさん3連勝です。デルロさん3連勝。さあ、ごめんなさい、次入っていくのが、カーシムさん。カーシムさん。ちょっと、ネームプレート変更していきます。さあ、カーシムさん。さあ、入って投げ、さあ、亀梨、クラクスト、お待たせです。あっ、おっ、すかしたが、すかした、ファローでお返し、埋め込んで、今、しかしクレイジー角ですよ。うわー、危ない、投げられない、危ない、しかし、どちどちで、完全に今のお返し、さあ、こかして、今掘り埋め込みダメですからね、クラッチャー。クレジかくりますからね。さあ、ここして、ここから、さあ、DJ 投げていく、ヘッドすかして、おっと、逆に投げられる。バッファロー出してるじゃん、今。なんで？やばい。おっと、ジャックで引っかかんないぞ。やばい、バッファローゲー、これは、シール。さあ、削りでクレイジーが来て、これやばい。冷たい動き。あ、しかし、しかし、これは、さあ、拾って、拾って、おっと、安いぞ。まあ、逃げられた。危なかったが、軽々かろうじてグッチバイソン勝利。続いてロードさんですね。ロードさん、ロードさん、ロードシーン、ロードさんおられます。ロードさん、ロードシーン、ロードさん出番ですよ。神、あの神の降臨ですよ、本当。これはマジで久々の降臨。神かっこ笑いていたの誰ですか今。さあ、さあ入っていったのがロードエッサガ。はい、ロードシーンです。ロードシーン、ゴッド、神です。なるほど。ロードシーンは、はい、ピタロを飛んでからアッパーガッドに落ちます。なるほど、はい、置いてますね。はい、80連見てからってやつですね。なるほど。超人には考えがたいスピードでアッパーか。そう、だから一見ぶっぱに見えるのはちょっと反応が早すぎて。なるほど。打っちゃった。一本取ってますよ、神を。あ、そう。さすが。エッサ、ロードさんはね、結構大会。エッサガですからね。エッサガですからね、じゃなくて。言ったところでエッサガ。違うんですよ。違うの？違うんですよ。エッサガバイソンはね、結構ね、エッサガに難しくないんですよ。圧倒的にではないのはわかりますよ。さあ、ここで、やや遠めの。クレイジーだが、溶かされる。しかし、今出し弾が、あー、ダイヤシ着地、着地ダイヤシ、勝ったのはロードエッサガット。これはますますといった感じか。これは大注目。そして続いて入っていくのは、イスラエルさんですね。イスラエルさんの、チュンリーですね。イスラエルさんチュンリーしか使わないです。イスラエルさんはチュンリーしか使いませんね。はいはい。あ、さあ、さあ開幕一方的に投げられて、赤チュンリーの動きを完全にコピーした。そうですね。さあ、しかしこの球の押し引き、出る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 。これクラッチャまずいぞだろうっていうね。これはクラッチャまずいやつ。小中はまだ許容範囲だと思うんですけども、大はなんかね、値が欲しい。バックジャン天も別に数字になってるんで。そうっすね。あっ、もう危ね。さあ、しかしこの亀足かなり冷たい。そうっすね。さあ投げる。これがチュンリー、投げて殺す。土俵際ですね、今。はい、土俵際です。相撲でしたね。決まりましたよ、今。あ、投げキャラなんでね。決まり手はね、やっぱり決まり手は、ね、すくい投げみたいな。よくわかんないですけど。さあ、まあ、なんとかね、たぶんやっぱ飛ばして落とす。そうですね、距離を詰めたいですからね、チュンリーとして。冷たいところではあるんですが、空中のチャイニーズサマソンと決まって投げられて、ガメアジ、これはきつぞ。さあ、戦列抜けていく。棒で削り。さあ、イスラエル勝利。止められた。しかし、何連勝？続いて入っていくのが、スローデッサ。1連勝。1連勝。ラウンド1、さあ、
続いてはあセロテープ様のいい本だ。あーキャラ間違えたと言っておきながらセロテープ本だですね。これあれですね、セロテープさんが負けるとステージチェンジがありますからね。ありますね。あるぞあるぞあるぞ。さあ土俵際、これはイスラエルチュンリー腕の見せ所。しかしクータイク、あーっといやしっかりしている、気候がしっかりしているぞ。クラゲが間に合う。いや逆に言うとあれですよ、最速で打たなくてもいいんですよクラゲは。ホンダ相手にはさあこれホンダが距離をそんなに詰めれる技がないはずなので。今出なかった、これは勝機を失ったか。そうですね。さあ守りが固い、ちょっと体力差が、いや厳しい。上からも下からも、そうですね、下からもってやつですね。上から下から、そうなんです、もう距離をいかにして縮めるかなんですよね。結構でもセロテープさん本田は練習してるみたいで上手いんですけどね。しかしこのチェンリー完成度はかなり、きた性能がと言ってる間にごちゃらせて投げられて落とされて、やばい。これはやっぱでもチュンリーとしては大いちょうがやっぱり気をつけたいですよね。近づけるんですよね。そう、でも大いちょうの間合いに入れるかどうかっていう。これはきつい、いや冷たいですね今。鬼のような削り終わりのところをあえて聞こうっていうね。全部間に合っちゃうやつ。そうですね。さあさあ、イスラエルチュンリー勝利で、続いてバーチさん。バーチさん、バイソンですかね。はい、バーチバイソン。あ、セロテープさん、クレがそろそろ9人目ってことですね。10人目か、すいません。しかしですね、はい、バーチさん、以前に比べて相当強くなったような、はい、そんな手応えを感じました。先ほど話し合いしていこう。あー、なるほど、バーチバイソン、はいはい、ただ、バイソンはチュンリーをあんまり好きじゃない。これは、あれですか、100年いけそうですか。いけないんじゃないですか。3試合ぐらいでいいんじゃないですか。え10年ぐらいでもこれ、5分なんじゃないですか。5分とは聞いたことあるんですか。まあまあ、力量的には5分じゃないですか。しかし、お、グラフ間に合っちゃう。ただあれ、7-3? 7-3? 7-3 チューそんな、まあそうですね、100連続は確かに何も取らない。そうですね、2回転草のね、草の現場いたでしょ、あなた。もう忘れてる。あれ、いつの話したんだろう。だいぶ前、第1回この道だから半年前と。そうですね、もうそんなですよ。なんて全く現場行ってないのにまだ覚えてます。さあさあ、いかにいなすかですよ、バイソン。でもやっぱりこれ、でも弾と100ですけど、この回復ぐらい、あっと、しかし、着地から、浮かす、あおっと、ヘッド、背中蹴りからヘッド、ダッパ投げが通らない、投げる、ダッパ投げ、難しく、今、かなり歩きが見えたが、はい、反応が間に合わなかった、ちょっと残念。さあ、イスラエル順利勝利で、続いて、エクスパーさん。エクスパーさん、エクスパー竜、もちろん我らがエクスパーさんね。ラウンド1ファイト。さあエクスパー選手、四季の細道ではやけに勝率が高い、はい、そうですね。まあ、大体なんか準優勝持ってますよね。持ってます、優勝もしてますからね、はい、トップランカー四季の細道。さあ、ファイヤーハード、ファイヤーアイコン受けだ。さあ、ロケッティアからなんか空対空している、バックジャンプ中間ですよ。バックジャンプマリオパンチ、今のあんな対空あり、あんな空対空あり、いいんです、相打ちならいいんです。エクスパー流ですね、やっぱね。これがフェーリング道場。そうですね、今回さ、さあ、竜巻は落とされて、とりあえず魔法を打ってみるが、投げられてしまう、真空当たって、これはでかいぞ。さあどうする、竜巻は投げられる。今タッチガード選択しましたね、イスラエルチュンリーさん。そうですね、相当ですね今。
はい、さあ、エクスパッパーからのバックジャンプ、真空ためて、竜巻がここまで殺されるが、昇竜、出るぞ昇竜、俺出るぞみたいなね、出るとき出るんで、体力差は若干9リードだが、チュンリー相手にここはちょっと、そうですね、さあ、先列ガードできている。エグスパーさんはこういうところで結構冷静なんです。さあ、やばい、チャイムに攻めるからの投げ、投げ、減る、シンク、あ、よし、中ボス、中ボス、どうなる、どうなる、あー、なんか飛んできた、飛んできた、完全に突っ張っていった。さあ、続いてはあれですね、伝説の、はい、伝説のチュンリー使い、ほぼ山本選手山本氏、山本氏来ました。さあ、まずは空中戦からっていってる間に、まあ、下がって球を打ちましょう。下がって投げは本当に強い。さあ、はい、ややアクロバティックなガエル戦、ガエルドキャラ戦みたいなことを言う人はいたんですけど、そんなことはないですアクロバティックなガエルドキャラ戦みたいなことを言ってみたんですけど、さあ、これはね、落とされる。アクロバティックなガエルドキャラ戦に、はい、たくさん減る投げと戦列がついたみたいな。そうですね、別ゲーじゃないですか。ガエルドキャラ戦じゃないですよ、完全に別ゲーです。完全に別物、ちょっとコマンドが似てるから同じってだけで、なんかただそれだけ。ガイル同キャラは飛んだらほぼ落とされるけど、なんかチュンリー同キャラは意外となんか中足の先っぽとかに飛んでいくと、そうですね、大変そうな感じ。しかし投げられる、どこはガイル同キャラさんに同キャラやるんですよ投げまくりじゃんみたいな。あれで、あれ、これ投げ合いですかね。ちょっと球の打ち合いじゃないですよ、これ。え、投げ合いですよ、球の打ち合いじゃないですよいかに投げるかですよ。そうですよ、うん、さあ、ここで現れたのはハクベガ。ハクベガ、はい、本人ちょっとね、だいぶ今日はい飲んでるって言ってましたけど、あれ飲んでる、受けがけしてますよ、ね、まあ、え、ここ最近毎週金曜日は飲んで式出ている。あれですね、かなりなんともまあご機嫌なやつですね、かなり羨ましいぞこれ。うん、なんか言ってますね、このパターンはかなり羨ましいぞ、はい、しかし相手はイスラエルチュンリー、これは相手が悪い、厳しい、さすがに千年カード。さあ、千年を信じることはできるか、千年やれるかな、これ。千年をやるぞっていう気持ちがないと、これは厳しいのです。そうかもしれないですが。しかし、これは投げられる。しかし、お手玉、お手玉、連発しているか。ちょっとイスラエルチュンリー相手に、ベガはね、分が悪いような気がするんですよね。さあ、気まずい。さあ、後ろから投げるが、当然受け身は取っている。そして、チュンリー様。これ、やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。百列削り。はい、安定の百列削り。ですね、これは千年なのか。さあ、連勝中そして、最後ですね、はい、1周目最後のプレイヤー、名もなきバルログさん、名もなきバルログさんという名前の名もなきバルログナモさんですね、ナモさん、通称ナモさんと名付けられました、うん、さあ、七種のバルログさんはどう立ち回っていくのか。チュンリー戦は多分ね、あんまりやってるの見たことない。いや、結構ね、最近山本とやってるんですよ。あ、そっか木曜日やってますからね、木曜日。そうそう、ただそう、おっと、殺しに行く。さあ、これがスペイン忍者の動き。そうですね、職業スペイン忍者ですからね、やっぱ職業スペイン忍者、剣士天道。どこで募集してるかちょっと見てみたいですよね。シャドル、シャドルシャドル、シャドルなんですね。シャドルは会社だったんですよ。会社じゃないです。なるほど、求人出してたんです。求人出してんのスペイン忍者募集要項、四天王みたいな、四天王募集、ちょっと一般向きじゃないですね、名乗ったもん勝ちかなみたいなところはありますよね。さあ、なんて言ってる間に体力リード、これを取り返すことができるのか。おっと、光っている。しかしまだ全然だぞ、体力的には。いや、でも
まくり、投げる。そう、ガードされるとね、これがあるんですよね、やっぱね。分かっちゃいるけど投げられるっていうね。そうなんですよ。もう、あの、チュンリー戦の、もう、あるあるって感じですよ。しかしさ、空中戦、もう後ろ入れっぱ。さあ、イサラドロからの、さあ、爪や、もうね、1…来た。さあ、やばい。背中蹴り、当て投げが取らない。さあ、気まずいぞ。手前もダメ。投げられた。惜しい。完全に空中戦は成功された。さあ、1周目これで終わりで、はい、2周目、1人目のキャラクターは、はい、プレイヤーは、はい、誰、あの方ですね。あの方、あ、俺かい。最初に、一番最初に負けた方ですね。今日一番最初に負けた方。はい。さあ、入っていくのは、ウネガエルさん。ウネさんのガエル。さあ、ガエルチュンリー。これはいい戦いか。おっと、バケたか。スピバ出てしまう。おっ、三段入って、ピオらない。ラッキーだが、だいぶ厳しいぞ、これは。なぜか、なぜか、ピオっている。危ないぞ、これ。先手通った。なぜソニックを打ってしまったんだ。しょうがない。寝返る。もう少しで勝てたところを。ちょっとエスパイソンやりすぎなんじゃないか最近。これはさあ引ませる。お、中川一戦列をガードしてる。しっかり見ているが、ブッパ様バレバレで、さあ投げられた。さあ、続いてミッチーさん。ミッチーさんおられますか。すいません、お願いします。さあ、あ、おかえりなさい。あ、僕もね、あの、50杯くらい引っ掛けてきたんでね。あ、シラフではないと。シラフじゃないです、シラフじゃないです。シラフではない。なるほど。なるほど、なるほど。手元ボロボロ。さあ、ミッチーさんはバイソン。嘘です。さあ、バイソン。ミッチーさんの、ね、バイソンちょっと見せてもらったんですけどね。かなりね、はい、いい動きするんですよ。あ、いい動きするんですよ。なるほど。それは見物だが。結構ヘッドで切ってきたりとかね、したりしなかったり。さあ、これは今の連携は完全にやっている動き。さあ、そうそう、このそしてこのデイトナ式でこのカラー、やばい、これは冷たい、やばい、これはバイソンはやはり苦手なんじゃないかと俺は思います。ボブかもしれないがバイソンが苦手なんじゃないか。さあ、これいくぞ。危ない、危ぶ危ぶ、ビヨってしまうぞ。反対側投げられて、さあ、ごちって怪しい。ちょっと後ろ下がって、なんだ今の、待って、あー、オーラパンチをしゃがんで避けた。そしてごちごち投げ。続いてですね、ディオンさんですね。はい、しかし今のはかなりね、とてくいことをやってのけましたね。そうっすね、あれびっくりしましたね。オーラパンチしゃがんで避けましたからね。八振れかあれ八振れどころじゃないっすよ相当8フレ未満。いや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 6フレぐらいだったんじゃないですか、もしかしたら。見てから出したらやばいやつ。いやー、あそこでね、しゃがんだだけで無敵になれるっていうね。さあ、ミッチーさんは、2キャラともですね。あ、ごめんなさい、ミッチーさんじゃないです、ディオンさんですね。2キャラともベガ。さあ、イスラエルに対してまたションベガ。これはチュンリー、おいしいカードが続く。やばい、基本通り。これは厳しい。反対側に投げるまで余裕のシャキシャキ。これも投げ合いですからね、よく考えたらこの組み合わせ。さあ、ちょっと待って、カニを振ってみるけど、スカル、なぜスカルだ。さあ、これは中心の上から攻めてくる。さあ、ベガは防戦になってしまう。やばい、中心上からはやばい、アピオっている。これはきつい、やばいやばい。お、上から投げれる。よし、投げられる。ちょっと近かったが、
さあ誰かパレスチナを止め、あイスラエルを止めないパ パレスチナを止めてくれ。今日パレスチナさん来てなかったですよ考えたら、失礼しました。イスラエルさん実はみたいな、ね、実はこの方はパレスチナさんだったんじゃないですかね。違います影武者さんです。失礼しました。さあ入っていくのはデレロリュウ、はい、デレロさんですね。デレロさんね、ちょっとチュンリー戦ね、また山本とやっちゃってね、また山本とやっちゃってね、これやっちゃってこれね、ちょっと覚えちゃってるんですよ。あんまいけないこと覚えちゃった、いけないこと覚えちゃった、ほらさあ、あっ、これもやばい。まあ、ピオリーチなんでここは冷静に、ほら台足から投げる、こういう投げとかね、こういうの良くないですよ。いやでもね、地上戦の選択はまだチュンリーほら1枚上手です、ね、まあそうですよね。さあ、うまい。リュウは真空溜めないといけないですからね、まずは。しかし、とっさの判断はデレロさんがかなり使い渡ってる。そうなんですよ。さあ、真空、いやーガードだ。さあ、投げる、投げ受け身取れてますね、はい、さあ、上から、はいはい、今、強波動じゃなかったな、中足で KO。 いやめくり竜巻はやばいっすよ、あれあれ振り向き戦列いけますから。さあ前段ヒットが待っているから、あれは気をつけたいところ。さあ竜巻選択が素晴らしい。さあガンガン攻めるぞ、中足を取られるか、竜足が冴えている、飛んでいる、投げられて真空、おーっとしゃがみ竜足、ここでデレロリュウがイスラエル準備を止めた、止めましたね。おっと、イスラエル選手10連勝、イスラエル選手10連勝大台ですね。いや危うく卒業でしたね、危ない危ない、そうですね。さあ入るのが卒業という概念があるんですね。そうですね、グラデュエーションもう細道どころじゃないよみたいな、まあまあそうですね。さあ、ここで入っていくのが久しぶりに引きの細道で見ました、はい、カワシムダルシム、はい、カワシムさんのダルシムですね。なかなかダルシムね使ってくれなかった、しかしこれはリュウはちょっと厳しいぞ、ちょっとどころじゃない気もするが、さあ勝利を見えてる、出た、勝利当たって、そこからあるのか、投げ返される、投げられた。やっぱねカワシムさんといえばヨガテレポですよね。そうですね、バラエティーアフロー一瞬のダルシム、そうですね、言えば、まあ、攻めダルですからね。さあ中央車の細巻から昇竜はシカールさんに相手を落とされる、あっこれはこれは竜が先行く、あっ寄っている、あっとファイヤーだ、安い、助かった。しかしこれは危ない、危ない、今例のコンボかと思ってドキドキしちゃいましたよ。これは辛いぞ、これは、おっと着手昇竜がテレポ間に合う、間に合ってる、真空重ねた、完全に今のは追っかけて追っかけてやりましたね、やりましたね、一本取りました、テレポ後ろに固定されちゃってますよね、もうね多分。そうですね、さあうまい、今のタイミングかなり上手に、さあなんとかこの長い手足を、さあ冷たいダルシムが攻めてるな、痛い、こうなっちゃうとさすがの竜も、あードリルが危ない危ない危ない、さあしかしさあまだあるぞ、こっから巻き返し、どう暴れれるか、あーまずさあジャンプ、そうですね、いやいい戦いでした、でも一本取ったのは素晴らしい、カワシムダルシムさん、そうですね、僕は3年かかってますからね、1本取るの、1本かかるのに3年3年3年も、カワシムダルシムさんから1本取るのに3年かかりました、なので諦めましたあれさあ、はい、続いてのグッチ、あれグッチさんはカワシム、カワシムじゃない、グッチさんはダルシムですね、なぜかグッチさんはカワシムじゃないですよなぜかそこで同キャラ、ダルシムダルシム戦発生、なんだこの、さあダルシム同キャラ戦はあんまり見ない組み合わせですね、そもそもダルシムを見ないの、はい、そうです、これは珍しい、さあふわふわしている、ふわふわしてる、
削ってふわってふわってふわってダルシムといえどもダルシム相手にあっと村とかわされてガードしているさああれおっとドリルで突っ込んでしまったちょっと早すぎたかちょっと引っかかっちゃいましたあれは痛いぞあれジャックファイヤーでしたねさあドリルドリルが落とされてショット落としドリルの打ち合い激しいおっとスライディングにドリルが合わさったさあ、はい、おっとチョップ落とし川島ダルシム勝利続いてですねボールさんそんな意気消沈してはダメですよはいあれですねエッサガならあるからねこれねあクレジットエッサガならまだあるからあるのか手足の先をタイガーアパカ刈り取ればいいからねそうですよ、うん、相手の波動を読んでこんなもん腕からポンポンポンってやっちゃうんですよ相手の波動を読んで、はい、動くと思ったらもう入力ですよタイガーアパカでも大丈夫ですロールシーンは、はい見てからじゃなくて感じてアッパーを打つまさにまさに、はい、それこそ見てからよりも圧倒的に高速ね6フレで出ますよはいあのアクオーソクのアッパーカットを出ますよそこをうまく時の流れを利用してあるのかシャイニングレインボーさあどうなんださあどうなるんださあやばいさあドリル触った今のは感じれなかったかちょっとねコスモの輝きを感じるしかないですねもうこうなるとそうですねただおいいぞ反応いいぞ先日ヤヤさんがマジに、はい、オモさんなんですかヤヤさんねはいナルシムに対してエスターを出そうとしたけど、はい、あれ出なかった難しいなってツイートしたんですなるほどあのオモさんですらエスターを使わせるぐらいのこのキャラのなるほどなるほどジャッコそのものあなるほど惜しかったですね惜しかったもう少しあともうちょっとだったなダルシムダルシム勝利で続いて入っていくのがなんと、はい、なんとセロテープさんなんとそして選んでしまったのは、はい、ザンギ選んでしまったのはというのいやちょっとこれ読めてなかったですよ今日選んだのはザンギなんですよエスサガかダルシムかでしたもんねだいぶいやしかしこれはねまあ一回近づけたらもうワンチャンありますか本拍子に音が運ぶと思うさあ走って一回目しかし簡単に逃げていくこれは横押ししていくしかないがあさあインフェルノ安いぞ安いぞいおっと乗っかった膝でさあ飛んでる上からのもんでさあ上からおっと弾きバニシングあの肉弾戦でしたね完全に今ちょっと焦ったがただ1本取ったこのパンツ一丁の男2人でそうパンツマン同士の戦い、はい、さあ大吉さあ大吉いったさあこれがあ直撃しかしまだあるぞあるぞあまたしても直撃ケーラリかこれケーラリなおっとインフェルノガードうまいことガードできたさすがの中足も届かないやばいさあどうするからいやこれはもう無理だぞこれは余裕に空対対空できますねそうですね飛んだらもう落とされる、はい、まあしかしダイヤシのヒット率が結構高いんですけれどもあまりに多い差し込んでいきますがそれを縮めることができないですねこれはいけないんですよね行っちゃったらもうほとんどあーっと言えるのしかし安いぞまだ一発あるないかないかまだ一発あるのがいったダイエットスクリュー1回目さあ、遠い中足で離れてしまったおお飛ぶしかねえ残念勝ったのは川島さん
ダラシム、ダラシム勝利。さあ続いてバーチさん。はい、バーチさんね、バーチさん知ってますか、髪切ったんですよ、バーチさん。あー、そうです。男前なルックスですよ、今日。あ、僕ね、はい、一つ知ってることがあって。なんすか。散髪した後のストツーはね、はい、強いんですよ。強い。はい、本当に。あ、しのまるさんも散髪後にバーサス行ったら結構すごい良いでした。いい動きした、はい、なるほど。なので、まあ、ね、かなりね、この動き、調子で。なるほど。僕逆に金曜日のデートの式以外調子いいんですけどね。そうなんですか。はい。まあ、特集。あー、寄ってしまった。さあ、ファイヤー。これはね、しょうがない。ヨガインフェルノ、本当に糸を、針に糸を通すような戦い方をしないとね、絶対に手が立てない。針の穴に糸を通すんですね。はい、なるほど。そんな厳しい出際をね、買っていく感じ。出際、出際、あー、ぴょってる。またしてもデジャブか、これ。早すぎる試合が。さあ、次は、あ、そうですね、エクスパーさんですね。さあ、次だろうがれたのはエクスパーさんのエクスリュー。さあ、大勝利、気持ちが良さそう。さすがにエクスパーさんのね、トリキーサーでもね、ダルシムはちょっと厳しいかも。いや、でもいけるかな、いけるかな。トリキーサーをはい、試合の流れにね、組み込むことができれば、組み込めば。さあ、ガード竜巻は。さあ、今のシンクは見えていた。しかし、体力さ、あー、なんとかも落ちてしまう。何ならいけるんだ、これ。先に動いちゃダメな気もするが、竜巻がヒット、中ボス危ない。しかし相手が攻めてきて売れてる時にちゃんとダメージを取れるかどうかっていうのがあると思うんですけども、だいぶそのもうちょっとこういう場合かで波動拳を、ね、打てるかどうか、そうですね、うがいことではないかと思うんですが、なかなか竜巻だけで攻めにダメージを取っているという立ち回りです。投げる。さすがにね、その場合ではね、ファイヤー打たないんですよね。この前で竜巻打つよりは波動なんです。さあ、ユーヘルの引っかかる。さあ、続いて、あ、さあ、続いて現れるのは、皆さんご存知の伝説のチュンリー使いのほぼ山本さんですね。今、全ウネガエルが注目しているチュンリーです。注目率 100%。 総勢1名が注目している。総勢1名が注目しているチュンリー使い、ほぼ山本さんです。よく通う銭湯が同じ、共通点もある。はい、これはこのですね、さあ、何て言ってる間にドリルで殺されてるか、天心失敗し、あーっと、さあ、渾身のめくり戦列もガードされ、はい、時間もない。あー、しかし、いやでも結構体力持ってってますし、はい、いい球になってるんで、はい、ダメージが取れている。そうですね、あとは倒すキルまで。さあ、ここは美味しい。しかし、やはり安かった。さあ、ドリーダメージ的にはチュンリー、ドリスルがチュンリー。今のちょっと面白実況ですね。ちょっとね、一気にダメージなんか冷静な解説をしてるはずが、途中からなんか感情が入ってしまいました。感情入ってしまいましたね。
チュンリー有利かなって思ったら、なんか落とされてましたね。さあ、今のはちょっとダメージは取れたんですけどね。投げたかった。投げたくなっちゃった。さあ、続いては、さあ入るな、いっぱい引っ掛けてきたキャミそんな名前でしたっけ。あれ、そんな人でしたっけ、この人。いっぱい引っ掛けたキャミですね。あー、いっぱい引っ掛けたキャミですか。そう、いっぱい引っ掛けたキャミ。なるほど。さあ、アローなりなんなり、これは引っ掛けるキャラですからね。引っ掛けるしかないですよね。うまく引っ掛けられるのか。投げるか引っ掛けるか。燃えているぞ。しかし引っ掛かってしまった。ちょっと飲みすぎたか。いやー、惜しい。読みはよかった。さあ、これはドリルでお返し。これね、はい、あれっすよね。あれ一度ダウン奪うと、はい、殺せたりしますよね、この組み合わせ多分。持ちそうっす。さあ一度こっからだ。さあさあこっからはキャミーの美味しい舞。まあいい。いやーキャノンスパイク。あのキャノン引っ掛けたやつだったんだけどな。いやフリガイングイグイ行った方がやったと思うんですけどね。でも結構ね落とすんですよ川島さん。そうっすね。そういうところ。さあ、名もなきバルさん。ナモさんのバルゲーム。ナモさん、ナモバル。はい。しかしこれは、今回意識の落ちましては珍しいバルログ。そうですね。楽しみに行けるキャラクター。やっと参りました、ね。なかなかないキャラクターですね。はい。あの最弱から一気に最強のキャラクターへ。引き返していったいでは、あー、ビヨってる。ビヨってしまう。ファイヤー。減りすぎファイヤーってやつですね。これは減りすぎファイヤー。なるほど。通称ヨガインフェル。通称です。通称。逆ですね。そうっす。なるほど。いっぺんヨガ本を読んでみよう。ヨガヨガと。ヨガヨガとね。ヨガヨガと石棺モード。やばい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 。めくりから投げよくわからないぞ今の。これは通称わからん殺し。通称わからん殺し。とりあえず通称って言っとけ。最後は、はい、友田さんですね。あ、最後になりましたね。友田さん。友田さん。ベガですね。友田さん、いきなり出てきましたね。イスラエルさん、どっか行っちゃったんですか。ああ、もう帰られましたよ。国の方に。あ、一杯引っ掛けに。早いですね。さあ、友田さんのベガ。もうね、誰でもバレちゃってる感じですよね。もうご存知だった。ご存知ですよね、これ。そう、今のサイコクラッシャーよく溜まっていた。反対側に出ましたね、今ね、サイコクラッシャーね。あれよくあるんですよ、ためキャラ。なるほど。めくられるとボタンを押しただけで出ちゃう。前に入れちゃうみたいな。そうなんです。レバーを。あれでね。さあ、美味しい。からの。おーっと飛び込んでいく。パタリロ飛びですね。パタリロ。パタリロ飛び。知ってますね。歴史を知ってますね。歴史を感じる前飛びですね。さあ、ここから空中戦。ダメ足はさすがに閉じ込められている。あっとピヨってるが、トリカブがきついのなんだって。インフェルノ。こうまで、ね、燃やされるとね。ギリギリいった今。やばいやばいやばい。あれはもうファイヤーずっと炎出てるじゃん、ね。どうするのって思ってる間にダブルリーかなりこれは美味しい。さあホバーはガウを。さあ垂直うますぎる。ファイヤーモードはさせない。真のタイミングが絶妙。投げる。投げてダブルに彼の飛んでる。うわー、反対側に。反対ナイトメア。まさにナイトメア。まさに悪夢。通称悪夢ですね。まあそうっすね。通称悪夢。いやー、さあちょっと待ってくださいね。今審議に入っております。えっと1位が、イスラエルチュンリーさんなんで。はい。あ、俺か。なるほど。なので友田さんの連勝数を伸ばしていく感じか。じゃあ2周目うねさん。すいません。そうする。あ、3周目ごめんなさい。そうすると、ミッチーさんとディオンさんもう一度あります。ミッチーさんとディオンさんもう一度あります。すいません。お時間大丈夫でしょうかね。お時間、最後の2周目最後のプレイヤーの友田さんが、勝ったために勝ち数を伸ばしていく戦いとなりますね。さあカニが埋まっていた。1ラウンド目は友田が。さあ
ませる、踏ませるソニック、中川一。これはまさにお互いの力の見せ所、どちらが勝つか一球ですね。さあこの組み合わせ、なんかお互いのプレイヤーに聞くとお互いとも辛いって言いますよね。お互いが辛い、いいと思いますよ。有名なメガガイル44ですね。44、おっとピヨっている、得意の3段から削り切った、まさかのウメガエル勝利。すいませんすいません、あのミッチーさんとディオンさんなかったです。ごめんなさいごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。そうすると一応ちょっと審議確認もあります。ここまで四季の細道の放送を見ていただいている方、はい、まあ、一応解説していきますと、さあ友田さんのチュンリーと、じゃあイスラエルさん、イスラエルさんのチュンリーと、はい、サンシムさんのダルシムで三席、三席ですね、決勝となります。決勝ですね。さあどっちが勝つのやらといった形で、しかし友田さんじゃなくてイスラエルさん紛らわしくなってきました。あっ、相打ち取った、一回止まって、これは分からないぞ。ドリル今浮いてたな、チュンリー浮いてたな、飛んでるとこにドリルですね。あのドリルね、やっぱりゲロンドリルの、はい、あの使いミス完璧ですね。出したくなるよね。投げて投げて、おっリンタで落としてる、リンタをちょっと多用しだした。球を打った後にドリルを振るんですが、どうすればいいかと、それは言ってもらってさあ、ドリル。さあ、1試合目は川島、ダルシム。ちょっとこれ、はい、イスラエルさん、ダルシムやってるかなってところですね。お、ここで、お、衣替えですね。衣替え。あの方ですね。あのちょっと、小物道のなんか友田さんの目が似てるような、似てないような、あーまあまあまあ若干ですよ、ね、じゃあ小物道主催のあの方のようですね。そうですね、主催からですね、なんとかさん、なんとかさん、なんとかさん、なんとかささんです、なんとかささん、そうそうクナントカさんです、そうそう。あーしかし伸ばした足にインフェルノ、はい、インフェルノ、通称ヨガインフェルノが、通称ヨガインフェルノ、通称ですからね、はい、通称っていうか正式名称ですよ。まあまあそうとも言いますけど、そうとも言う、そうとも、クレヨンしんちゃん、そうね、そうとも言います。さあしかし画面足、これはきつい、いやそうでもないんですよ。インフェルノさえ食らわなければまだある。さあここから投げて投げる、これがチュンリーだ。さあこれがチュンリーらしさ、そうですね、チュンリー味があるというやつですね。そうですね、もうね、あのね、ほんとね、チュンリーはね、はい、ダメですよ、軽々しく使っちゃダメ、ダメです。そんなこと、そんな決勝戦でそんなこと言わないでくださいよ。このキャラは使っちゃダメ。そうそう。このキャラメインキャラです。してる人とかね、ちょっとね。いやいいキャラです。やっぱちょっとね、変わった人多いです。変わった人。おっと抜ける。かすったけど問題がない。おっと安定のチョップで落としていく。さあ2試合目も。はい。カッシムダルシム。2-0、さあこれでリーチをかけるの、さあリーチかけて、先リーチかけて、はい、さあ3試合目、さあ色を戻しました、イスラエルチュンリーさん、はい、あの方の色ですね、まさしく、どの方でしょう。ええ一人しかいないっすよ、関東の赤いチュンリーといったら、ヒデさんね、違いますね
ね、関東にいた、かつて関東にいた、あの人ですね。ヒデさんね。なるほど。自転車に乗っている、あのね、レジェンドのあの方ですよね。いやいや、ケンシンさんでしょ。そうですね、あれケンシンさんこの色あったじゃないですか。ケンシンさんこの色ですよ。じゃあっと、ちなみに山本もダッシュではこの色です。あ、そうですか。さあ、下段は IH で OK。 さあ、これでいよいよ後がなくなってきた。1ですね。さあ、なんとか取り返していきたいところが。さあ、しかしこれはちょっと順利有利とはいえど、壁が迫っている。がちょっと難しいぞ。鉄壁が本当迫っているんですよ。前方に落としてきている。あ、落とすか。やる、落とすんだ。いや、でも順利も多分じゃんけんなはずなんで、何かで。さあ、投げて、おっと、ピョリチ、おいしい。うわ、投げる。間に合った。減り切った。1ラウンド取られてるから根性値が半端ない。さあ、システムを味方につけた。システマチックですね。システマチック。さあ、この場合はドリルがどうくるか。うわ、上から飛んできてるの。あの角度投げる。やばい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 。片目がきつい。厳しいが、お、空中投げ。そうですね、チュンリーは空中からでも投げれちゃうんですね。さあ、ゲージはないので、ヨガズーム、ヨガズームパンチ。いや、勝ったのは川島さん。カシムシム、優勝おめでとうございます。おめでとうございます。いや、両者に拍手、両者に拍手。いい戦いでしたね。でもね、熱かったです、久々に。さあ、じゃあ優勝ヒーローインタビュー、はい、あれ、カシムさんにお願いします。おめでとうございます。はい、カシムさん、チュンリー戦結構やってます？最近は結構減りましたけど、前はね、結構やってます。あー、あの、同じ色の方ですか、もしかして。あ、やっぱヒデですね。ヒデとはよかった。あ、ヒデチュンリーさんとね。なるほど。多分、俺のおかげでヒデはね、だいぶ楽しくて、上手くなってると思います。あー、これはもう、前からチュンリーさんはあまり成長がないです。昔はね、ケイシーさんとかと結構やってたんですけど、全然勝てなかったですね。あー、そうなんですか。ちょっと誰しも不利かなって感じになりますね。まあ、今日は友達に負けられたんで。いやいや、パレスチンです。パレス、ああ、イスラエルさん、イスラエル。トモさんじゃないですよ。今日はあれですね、はい、新しく参加、はいはい、初参加の方がね。そうですね、2人参加していただいて、ゲーム触ってくれてね。いや、本当ありがたいですね。まだね、X 参加してくれてる方がね、新規でおられるという。そうですね。そうですね。うん、あ、いいことです。そういえば、あの、近々、はい、アニコレのなんか大会があるんで。あ、ストフェスですね。そうそうそう。あの、中野でジャイさんが主催しております。あれの影響でこうね、プレイヤーがもしかしたら増えてくれるかな。そうですね。いやいや、影響あると思いますよ。実際どうなんですかね、アニコレとこのアーケードの筐体と。はいはいはい。あの、ラグが多少ね、それはもう間違いなくあると思いますし。どうなんですかね、アニコレでやってて実際ゲーセン来て触ってみるとやっぱ違うなって。ライトなイベント。はいはいはい、そうですね、17日。うん、そうですね、倉橋対小高。あの、獣同士のね、なんだその対決みたいな。あの、ネット対戦じゃなくてローカル対戦なんで、そんなにネット対戦よりラグはないと思うんですけど、やっぱり。あー、ローカルってあれか、その場で通信、目の前で、一つの筐体で2人で対戦する感じだと思うんで。あ、なるほど。筐体で肩を鳴らすよりも、アニコレで肩を鳴らした方がいいのでは、これは。ただ、あれなんですよね、コントローラーが、はいはいはい、アケコンですよ。アケコンっていうんですか、どこのだったっけ、マットキャッツかなんかだと思うんで、多分ちょっと若干やっぱ筐体よりもね、安定性はと思いますんで。うん、なるほどね。なんで急にマイクをあれ、俺全然触ったことないんですけど、アケコンっていうんですか。あ、でも全然違いますよ、なんか本当に。そもそも
アケコン基本的に膝置き、ね、強いプレイヤーになるとなんか膝に置いてやるじゃないですか。膝置き床置きなんで、だってスト2のこの筐体でプレイしてる人たちって、うん、はい、ボタンとかバン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 そうバン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 やる、あれ無理ですよね。無理無理本当に。だからね、本当ちゃんと優しくね、ソフトタッチでやらないと ね、レバーとかもね、あの引っこ抜くような勢いでダメな、ダメなんですよ本当に。ダメですね。そう、レバー引っこ抜くようなダブルサマーソルトのね、僕打てないんですよね、アケコンだと。かつて引っこ抜いたのが、ケイシンさんでしょ、あと俺とあと誰かね、もう一人で引っこ抜いた。マジっすか。レバー引っこ抜けるどんだけ力が。そんなことやっぱ本当にあるんですよ。あります。マジかという感じで ね、じゃあ、本当ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで、まあ、今回四季の細道第何回でしょうか。114回ですね。でした。お疲れ様でした。お願いでした。Oh, yeah.
Thank you.
Bye.
雨降る